ん、こんにちは。レトロミュウです。あれ？いいのか。お話配信をしようと思います。今日は。このエクレアドライブ内での様子を皆さんにお見せしたいと思って、このようなこれになりました。ちゃんと準備ができたら生配信とかで皆さんとお話ししたいと思ってるんですけど、今日は収録をしてみました。じゃ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 んじゃん。最近あれ、私は新曲をリリースしました。ありがとうございます。おめでとう、おめでとう、ありがとうございます。皆さん聞いていただけましたか？どうでしたか？ツイッターでベイビーギャラクシーはいつもと違う、今までと違う試みをしているというふうに言ったんですが、それは一体何なのでしょうか？わかりましたか？いろいろあります。まずいつもと違う試みポイント、その1、なんか静かなところがある。曲の中でなんか静かなところがあるっていうところですね。あとその2、ベースの感じ、なんか違うかなっていう、いつもと違うような感じがします。その3、英語を歌っています。それが私的には一番のびっくりポイントですね。新しい試みポイントです。英語の歌詞を作るのもなんか初めてな気がするし、それを歌うのもなんか初めてな気がします。英語歌詞の意味とかちょっと自信はないですが、なんかいいんじゃないか、いい感じじゃないかと思って作りました。いい感じだったらいいな。あとですね、ベイビーギャラクシーについてはですね、結構明るい感じにしたいなっていうのはずっと思ってて、実際明るくできたと思っています。聞いていただいてありがとうございます。なんか曲のいろんなバージョンを歌うのって楽しいですよね。なんか頭の中にはいろんなバージョンがなんとなくあるんだけど、それを全部作れないから存在しないままなんですけど、でもゆったりバージョンとかバンドバージョンとかピアノだけバージョンとか、なんかちょっと違うバージョンとか、いろんなやつを歌ってみたいですね。あ、どうしよう、なんかゆったりした感じのお話配信にしようと思ったのに、なんかちょっと早口だったかもしれないです。もっとゆっくり喋ります。早口になっちゃった。あとベイビーギャラクシーについて意識してたことがあって、それは自分が今いる場所の感じを出すようにしたいなみたいなことで、そうすれば聞いてくださった方が初
私のそばにワープしてきてくれることになりますね。それを狙っています。なんかそれってすごいと思いませんか？音楽って乗り物ってこと？わお。 UFO ってこと？ビッグリアンドライブってこと？的な感じです。あと最近の自分についてなんですが、最近の私はですね、はちみつレモンの飴が大好きですね。やっぱりレモンが好きなのかな。前もカムカムレモンの話をしました。皆さん覚えていますか？あとあれですね、最近の自分についてに、寝るときにビョーンってするといいことに気づきました。体を伸ばしたいけど、なんかどこ伸ばしても伸びてない感じがするんですよね。体が隕石みたいな。そうなんですけど、でも寝るときにビョーンってすると、ゴロゴロ転がりながらなんかビョーンってすると、猫みたいに特になんかこだわらずに、とにかくビョーンってしまくるといいですね。おすすめです。最近の自分について、3、パソコンのマイクのケーブルがまた壊れてしまいました。なんで？何回目？そういうものなのかな、マイクのケーブルって。ケーブルだから、なんかマイクケーブル自体とかオーディオインターフェースとか、パソコンを手で触るとノイズがなんかちょっと収まるので、今手で触っています。どういうことなんだろう。この世界はケーブルだらけですね。それではまた動画を撮ります。ぜひ見てください。それではまたお会いしましょう。さようなら。